アトランタはアメリカ海軍の軽巡洋艦。アトランタ級軽巡洋艦の一番艦。艦名はジョージア州アトランタにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。本級は当初共同艦とみなされたが、防空巡洋艦として活用されることとなる。乗組委員からはラッキー A の愛称で呼ばれていた。アトランタは ニュージャージーシューカーニーのフェデラルシップビルディング社で1940年4月22日に寄港。1941年9月6日に風と共にサリヌの作者であるマーガレット・ミッチェルによって浸水。1941年12月24日にブルックリン海軍交渉でサミュエル・ P ・ジェンキンズ艦長の指揮下収益する。偽装が完了するとアトランタは3月13日まで。 チェサピーク湾及びメイン州のカスコ湾で成長訓練を行う。訓練終了後、調整修理及び仕様変更のためニューヨーク海軍交渉入りする。3月31日にニューヨークを出港し、4月5日にパナマ運河地帯、8日にクリストバルに到着した。パナマ地境の水路を通過後、アトランタは4月12日にバルボアを出港し、 ハワイへの巡航途中にクリパートン等の調査命令を受ける。その後敵と接触することもなく、4月23日に真珠湾に到着した。アトランタはハワイに短期間滞在し、5月3日にはオアフ島沖で対空訓練を行う。5月10日に駆逐艦マッコールと共に、旧兵艦、レーニア及び旧油艦カスカスキアの護衛として、 ニューカレドニアのヌメアに向けて出航する。5月16日、ウィリアム・ハルゼー中将指揮する第16任務部隊に合流。同部隊は空母エンタープライズ・ホーネットを中心として形成され、ミッドウェイ島に迫った日本軍の脅威に対応するため、ハワイ海域への移動を命じられた。部隊は5月26日に真珠湾に到着した。アトランタは、 第16任務部隊と共に28日の朝に出航した。ミッドウェイ島北西部で活動する空母の護衛を担当し、6月4日の朝に南西部の日本艦隊探知の方へて、コーネットを護衛していたアトランタは戦闘のために出航した。3隻の空母から発信した航空団は日本艦隊を発見し、その日にヨークタウンとエンタープライズからの部隊が、 日本空母4隻に対して致命的な損傷を与えた。日本軍機はヨークタウンを中心とする第17任務部隊に2度の攻撃を行った。その後のミッドウェイ海戦を通じてアトランタは第16任務部隊の護衛を担当6月11日まで同任務に従事し、部隊は真珠湾への帰還命令を受けた。6月13日にアトランタは真珠湾に到着。 21日、25日、26日と、対空訓練を行い、食料及び物資を積み込みその後は7月まで24時間、続いて48時間の警戒態勢をとった。7月1日、2日に、監ン入り種官邸部の研磨、塗装が行われた。6日に信頼性の確認を完了し、その後任務を再開、法術訓練及び高速巡航訓練。 ハワイ訓練海域での艦砲射撃訓練を行った。1942年7月15日、アトランタは第16任務部隊と共にトンガタプ島に向けて出港した。7月24日にヌクアロファで停泊し、同地で駆逐艦モーリーに燃料を補給、次にタンカーのモビル部から燃料を積み込み、同日遅くに出港、部隊に追いついた。7月29日、 ガダルカナル島進行の準備が整い、アトランタは第61任務部隊に配属された。8月7日及び8日に空母搭載機によるガダルカナル島上陸に先立つ航空攻撃が行われ、アトランタは空母の護衛任務を担当、9日に空母任務部隊が交代するまで同島付近に止まった。続く数日間、アトランタは巡航を続け、 ソロモン諸島付近で活動を続ける任務部隊の支援に当たった。アメリカ軍によるガダルカナル島上陸は連合艦隊司令長官山本56大将にガダルカナル島への援軍を乗せた輸送船団を護衛するための機動部隊を送り込む決心を固めさせた。8月23日朝、アメリカ側の偵察機は北西方向に南雲叩かず中条を率いる。 機動部隊と第二水雷戦隊の一体に護衛された輸送船団を発見。エンタープライズとサラトガは直ちに攻撃隊を発進させ、これに呼応してガダルカナル島の海兵隊機も攻撃に出動した。しかし天候不良などにより敵を発見することができず、攻撃隊は引き返さざるを得なかった。翌8月24日、アトランタは日本側の通信を傍受。 これをエンタープライズに座上のフランク・ J ・フレッチャー中将に報告するとともにアトランタは13時28分に反撃に備えて戦闘配置を礼し、以後5時間半にわたって日本の攻撃隊との戦闘に明け暮れた。15時30分、アトランタは20ノットの速力で第16任務部隊を護衛中だった。第16任務部隊は北西方向に発見された。 敵機動部隊との距離を縮めつつあった。16時37分、アトランタを含む任務部隊の速力は25ノットとなり、対空陣形に整えた後、17時6分にエンタープライズは攻撃隊を発進させた。ところが、エンタープライズからの攻撃隊と入れ違いに、空母昇格と随格からの攻撃隊が第16任務部隊に接近しつつあった。17時10分、 北西方向から18機の99式、艦上爆撃機が突入してきた。その後の約11分間、ジェンキンズ艦長は、アトランタのすべての銃砲、5インチ砲と28ミリ、機銃20ミリ機銃で、エンタープライズの頭上に、対空弾幕を作り出した。エンタープライズは、アトランタの対空砲火に守られ、激しい回避運動にもついていったが、5機の99、 式艦爆の攻撃を許し、一発の爆弾が命中した。ジェンキンズ艦長は、エンタープライズを攻撃した5機の99式、艦爆も撃墜しただろうと報告した。翌日から、アトランタは、第11任務部隊に合流して行動した。8月30日、第61任務部隊は、イ26の来撃を受け、サラトガが損傷した。フレッチャー中将は機関を、 従順洋艦ミネアポリスに変更し、ミネアポリスはサラトガを栄光して戦場から離脱。9月6日、第61任務部隊はトンガタプ島に到着した。アトランタは従順洋艦ニューオーリンズから補給を受けて一息ついた。9月13日、アトランタは旧兵艦ラッセン及び航空機輸送艦、ハモンズポートをダンベア湾まで安全に護衛した後、ヌメアに帰島した。 9月19日に補給を終えたアトランタは、2日後の21日に、第66.4任務軍に加わった。9月23日、任務軍は、第17任務部隊の一部を構成するため、アトランタは、戦艦ワシントン及び、駆逐艦ウォーク、ベンハムと共に、トンガタプ島に向かい、26日に到着した。アトランタは10月7日まで任務軍と行動した後、 10月11日から14日まで、ガダルカナル島行きの輸送船団を間接護衛し、任務終了後の15日午後には、燃料補給のためエスピリトゥサント島に向かった。その際、アトランタは、第64任務部隊の指揮下に入り、日没後に再び、ガダルカナル島の間接援護を行った。アトランタは、エスピリトサト島に、祈祷の後補給を行い、10月23日に、 セゴン水道から出撃した。2日後、山本大将は日本陸軍のガダルカナル島での攻勢を支援し、同時にこの方面のアメリカ海軍部隊を殲滅すべく、機動部隊を送り込んだ。アトランタは、第64任務部隊の一艦として、ワシントン、従順洋艦、サンフランシスコ軽巡洋艦エレナ及び2隻の駆逐艦とともに行動。 二日後の南太平洋海戦当日には、アトランタは二つの空母任務部隊の後方にあった補給部隊を間接護衛した。10月27日、住5と見られる潜水艦が第64任務部隊を攻撃した際、アトランタは高速でその海域を離れた。10月28日朝、アトランタはサンフランシスコからノーマン・スコット少将を迎え入れ、新編成の 第64.2任務軍の機関となった。ワシントンから燃料を補給されたアトランタは、4隻の駆逐艦と共にがたるかなる島沿岸部に向かい、日本軍の拠点と、おぼし基地点に砲弾を打ち込んだ。30日朝5時50分、アトランタは、ルンガミ先沖で、海兵隊とコンタクトを取り、終了後は西方に向かって6時29分には、ポイントクルーズに対して砲撃を行った。 反撃は全く受けず、第64.2任務軍は、ルンガ岬に戻った。ここで、再び海兵隊とコンタクトを取った後、アトランタは、護衛軍と共にエスピリットサント島に向かった。10月31日午後、アトランタは、エスピリットサント島に帰島した。戦団護衛アトランタは引き続き、スコット少将の機関として行動し、4隻の 駆逐艦と共に輸送艦ゼイリン・リブラ及びベテルギウスを護衛してガダルカナル島に向かった。11月12日、アトランタと国畜艦は第62.4任務軍を編成してルンガ岬に到着し、輸送艦は部隊と物資を揚陸した。9時5分、任務軍は北西方向から9機の爆撃機と12機の戦闘機が向かっており、9時30分頃に 到達するであろうとの報告を受け、3隻の輸送艦を駆逐艦で護衛した上で北方に飛退させた。15分後、空母飛用からの9機の99式艦爆がヘンダーソン飛行場上空に出現した。周囲の艦船はすぐさま対空砲火を打ち上げ、ゼーリンが資金弾の水をかぶった程度で勝敗上の被害はなかった。攻撃が終わると輸送艦は ルンガ岬に戻り揚陸を再開した。1時間余り後の10時50分、アトランタは別の日本の航空部隊に関する情報を受信した。15分後、再び3隻の輸送艦をアトランタと駆逐艦で護衛士北方に飛体させた直後、ラバウルから飛来した一式陸上攻撃機27機が緩い V 字陣形でエスペランス岬方面から来襲した。駆逐艦が 対空射撃を行ったものの、これら一式立候は、艦船攻撃が目的ではなく、爆弾をヘンダーソン飛行場に投下して去っていった。第62.4任務軍は、一式立候が去っていったのを確認してから、揚陸作業を再開した。未だ、ルンガミ先沖にあったアトランタは、ダニエル・ J ・キャラハン少将が率いる、第67任務部隊の指揮下に入ることとなった。 13時10分ごろ、アトランタは25機の日本機が50分以内に到達するという報告を受け、戦闘配置を例してこの日3度目の空襲に備えた。6分以内に、アトランタや他の護衛艦,艦艇は、輸送艦で構成された第67.1任務軍の周囲に集まり、2つのグループが15ノットの速力で北に向かった。14時10分、25機の一式立行を発見。 一式立交はフロリダ諸島上空で二手に分かれた後、8メートルから16メートルの超低空から攻撃を仕掛けてきた。軽巡洋艦樹脳が14時12分に反撃を開始し、アトランタも1分後に射撃を開始した。アトランタはサンフランシスコ特築幹部キャナンの間を通過し、魚雷を投下した2機の一式立交を魚雷投下直後に撃墜したと主張した。 最後まで残っていた一式立候が去った後、揚陸作業を再開したが、一連の攻撃の最中、撃墜された一機の一式立候が、サンフランシスコの後部構造物に買い当たりして、損傷を与えていた。野戦空襲の終わりは、アトランタや両艦に一服を与えた。この頃、ヘンダーソン飛行場を砲撃すべく進撃する、戦艦二隻、巡洋艦一隻及び、 駆逐艦六6隻からなる日本艦隊が接近しつつあるのが確認された。キャラハン少将は輸送艦と貨物船を退去させるよう命じ、第67.1任務軍は輸送艦などを護衛してガダルカナル島近海から退避した。第67.4任務軍は18時にルンガ岬を去り、シーラーク水道を東方向に通過した後、1時間後、 もうすぐ日付の変わる頃に進路を正方にした。その時、ヘレナのレーダーが24000メートルの距離に目標を探知した。アトランタも砲撃用レーダーにより目標を探知した。サンフランシスコ座城のキャラハン少将は艦隊を定時戦法に持ち込むべく艦隊の進路の作法への変更を命じたが、前方の駆逐艦が艦隊を左へという命令を艦を左へと読み違え、 また前方に駆逐艦夕立と春雨が至近距離に出現したため混乱が生じた。アトランタは駆逐艦への衝突を避けるべく激しくコースを変化せざるを得なかったがやがてサンフランシスコの前に戻り正常を取り戻したかに見えた。しかし懐に迫っていた駆逐艦暁がアトランタをサーチライトで照射した後魚雷を発射した。アトランタは 手持ちのサーチライトを使いながら1500メートルの距離にあった暁に対して砲撃を行い、暁は大破炎上し、砲撃を受けてから15分で沈没した。しかし、サーチライトを使った戦いはアトランタにリアラズであった。暁との戦いを続けていたアトランタであったが、サーチライトに照らされた上部構造物は格好の目標となった。戦艦比例。 軽巡洋艦長量からの手砲弾が命中し、さらにサンフランシスコからの8インチ砲弾が19発命中。炸裂した砲弾はアトランタの船体を緑色に染めて環境をめちゃくちゃにし、炸裂しなかった砲弾も断片によりスコット少将やアトランタの幹部をなぎ倒した。それにもかかわらず、アトランタはサンフランシスコが発見した。 新たな敵艦に対して反撃すべく努力した。他の二隻の日本の駆逐艦が踊り出てアトランタに迫ってきたのでアトランタは5イン地方の砲撃で応戦。この時アメリカ艦隊の一斉攻撃を受けた暁は遠方で爆発を起こしながら漂流し沈没していった。未確認の敵艦が現れアトランタに対して攻撃を仕掛けてきたのと同じくしてアトランタに 赤月から発射されたものと、オボシキ魚雷が、左元機関室付近に2本命中。これにより、アトランタは、すべての動力を一時的に失って砲撃できなく、なった。それも、砲撃のために、砲塔用の回線をつなげた途端電力が切れるという、ありさまであった。また、相関も、ままならなくなった。砲弾の雨嵐が止んだ後、足に軽傷を負っていただけだった。 ジェンキンズ艦長は現状把握のため完備方向に向かった。アトランタの乗組員は日本海軍の攻撃飛び方の誤射により3分の1が戦死または行方不明となり、アトランタもまた左縁に傾いていた。戦いの最中、生き残ったアトランタの乗組員は残骸を片付け始め、また傾斜を回復するために上部艦ン部にある重量物を投棄し、排水を行った。 沈没やがて11月13日の朝を迎えると、周囲には損傷して動きがたくなっている、従順洋艦、ポートランドその、ポートランドの賛成者により、鉄くずとなった夕立、及び日本艦隊の攻撃で放棄された3隻のアメリカ駆逐艦の残骸が漂っていた。遠方のサボ島沖では、比叡が火事をやられて、旋回を続けていた。アトランタは、 エスペランス岬の東部に向けて漂流し、やがて、右玄州怒りを下ろして、艦を停止した。アトランタのジェンキンズ艦長は、ポートランドに、時間の被害状況を報告した。また、ガダルカナル島のアメリカ軍から負傷者を収容する、ボートが繰り出され、午前一杯にはすべて収容された。9時30分、総海底、ボボリンクが、アトランタの下に到着し、アトランタを、 ルンガミ先まで栄光した。栄光の途中、2機の一式立候が攻撃を仕掛けて、きたが、生きている2機の5インチ砲のうち、ディーゼル発電機により動く方を駆使して、そのうちの1機を追い払った。手動制御でしか動かせないもう1機の5インチ砲は、この小さな戦闘に参加できなかった。アトランタは14時にくくむ沖に達し、ジェンキンズ艦長は乗組員を集めて、艦の今後について、 会合を開いた。この戦いの先行で海軍十字章を受章したアトランタのジェンキンズ艦長は後に艦を保つ努力は無駄に終わり、浸水は確実に増えてきていることをこの時改めて知ったと回想した。この海域では十分な救援体制も整っておらず、また日本艦隊の再度の来襲も予想された。南太平洋部隊司令官 ウィリアム・ハルゼー中将は、ジェンキンズ艦長に、アトランタを爆薬で、自沈処分するよう命令した。命令を受け、ジェンキンズ艦長と破壊担当班以外の乗組員は、ガダルカナル島からのヒギンズボートに乗って、アトランタから退去した。やがて爆破が始まり、ジェンキンズ艦長以下残った乗組員もアトランタに、別れを告げ去っていった。月日時分、アトランタは、 ルンガミサキ製法約5キロの水深55メートルの海底に沈んでいった。アトランタは1943年1月13日に除籍された。アトランタは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を1942年11月13日のガダルカナルの戦いにおける英雄的な無敵の闘争心で主君部大賞を受賞した。ありがとうございます。